ぴょん。はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は1月の23日水曜日。時刻の方は17時13分です。ぴょんぴょん。そんだけで今回はね、こちらの商品になります。はい、新潤貿易株式会社様より提供いただきました。カヌダのバランスナップ、まあ、日本ではコシナップという名前で Amazon で販売している、ね、商品になります。さあ早速ねこちらの方を開封したいと思います。でこちらの商品がねここに来るまでの流れの動画長いやつをね一本アップしてあるのでもしよかったらこのねびっくりマークのところからね見ていただければなと思います。はい、じゃあね今回は早速こちらのねバランスナップの方を開封していきます。よいしょ。はい、プロテクトシールを剥がしました、ね、ちゃんとこれね特許の商品なんでね本物です。ででーん、よいしょ。はい、もうおなじみのねヘッドナップ首のねナップもこのデザインこの色のね、袋に入っていました。よし、まあ、シリーズだね。このねヘッドナップの方ねちょっと見てみる。はい、ヘッドナップはねほら同じでしょ。こうしてねオフィシャル品だからね同じ袋に入ってありました。さあじゃあ今回はねこちらコシナップの方を中身を見てみましょう。テレッテテーン。さあこれね引っ張るとこ間違えるとよいしょ取れなくなっちゃうかもしれないよね。これ大丈夫かな、これ大丈夫かな、これこっちで合ってるのかな、あ合ってるかな、1個だけしか2つのしにやるんだった。よいしょ。はい、おじ紐のほどき方下手だね。はい、いくよ。てっててっててーん、てけてーん。はーい、出たー。第一印象インパクトとしてはAmazon のページとかYouTube の動画を見てた時のイメージよりもあちょっと大きいなーっていう感じがします。まあやっぱこれぐらいないと。そうだね、人間の横幅お尻のところだもんね。要は腰盤ね合わせるから、まあ、これぐらいの大きさになるんだねきっとね。そうだね、よいしょ。はい、そしてね今回このねバランスナップこちらね、はい、Amazon から届いたねこの箱の中よいしょぴょっ。はい、きちんと日本語マニュアルがちゃんとついております。説明書は安心の日本語となっています。このようにね、はい。でねこのコシナップこれね実は最新版になります。 YouTube の動画に出ていたかな、どうだったかな、旧型バージョンはねここら辺が確かなかったね形状だったような気がします。でこれがさらに改良された最新版の形になります。旧バージョンはここのこうだけだったようなこういう形だったと思うんだけども、新型はここのところがねさらに改良されましたっていうことでね、おじいの翻訳っていうか見てた場所の情報が正しければこれは最新版の形をしております。はい、じゃあそんなわけでこれねどうやって使うものなのかこちらをね皆さんにちょっと見ていただけたらなと思います。はい、これ iPad、 これはね新潤貿易株式会社さんのチャンネル YouTube のチャンネルがあります。でこれもねこのビックリマークのところに入れたことでねもしよかったら見てください。でここのところでねこの開発した博士が使い方を説明するこれ日本語版であります。で使い方としてはねまず骨盤ナップの使用方法なんだけれども、まあ、ちょっとちっちゃいから見にくいからびっくりマークで見てほしいんだけど、まあ一旦ナップを背中の後ろにね置いてって形で、でこのくぼんだところに骨盤を当てて仰向きに寝ます。
この丸い部分にちゃんとね骨盤を当ててしっぽり入るような形にして、そして、骨盤と背中の部分をね、ちゃんとフィットさせましょうっていうね。でナップを使って仰向けになりましょう。はい、お尻を乗っけて寝る。これだけです。使い方はめちゃめちゃ簡単です、ね、こんなに簡単、もうこれ以上の簡単はないというぐらい簡単。引いて合わせて寝る、それだけです。もうこれだったら絶対忘れないよね。よいしょ。はい、そんなわけで実際に元気なおじいね、いつものエクササイズする格好ね、ちょっとお腹出ちゃったんだけど、ビリをやってる時のね格好にちゃんとトレーニングする状態になっております、ね、運動もやりたいんだけど、まあ、寒いんだよね。おじいもうブヨブヨになっちゃった。去年全然ビリやってないからね。あ、でもここちょっと筋肉まだ残ってるね。ほらほら、こことここほらまだ残ってるね。ほらなんかポッパイみたいね、テレレレテレレテレレレテレモコモコしてね。これ一昨年までに鍛えたらね、これねちょっとプロテイン飲み始めたからね。うん、はい、まあ、それはいいとしてね。でこちら彼らのこれはね、ブルーラベルっていうものになります。で実はね、このカヌダのこの、まあ、都市法というね、もうおじいも何度も説明してるんだけど、これ首この頭蓋骨のところね、こう持ち上げて軽くこう持ち上げてくれるこの方法を用いて作られた枕です。これと同じ枕はね打てないよ。これトックだから。こういう形を真ん中がくぼんだだけの上向き横向きになる枕は安い枕がいっぱい売ってるんだけども、この都市法によってツボを刺激してくれる枕っていうのはこのカヌダの特許になっているので、他のところではこういったものはね売っていません。アマゾンでもね。でこれを使って、これとセットで腰でね、これを使っていきたいと思います。でね、どっちが上か下か分かんなくなっちゃうでしょうこれね。おじいもね実はねどうやって使うのかなって見た時に、はい、このようにこの3本のここが背骨が当たるところって覚えておけば分かりやすいよね。これが上になります。自分の上になります。でこのくぼんだところ、こっちの方が下になります、まあ、ちょうどね面白いよね。この形こういう矢印になってるように見えるよね。だからもうこっちが下、こっちが下、ね、はい、じゃあこうやって置いて、まあ、ちょっとまあ位置調整は後でやるにして、うん、まあ、ちょっと頭の位置を合わせて、まあ、ここだね、うん、うわあもうこれがね気持ちいいんだよこれね床に引いてこの枕、まあ、要はだから硬いベッドだよね。硬めのマットのね、220N ぐらいのすっごい硬いやつで高反発だね。もう 180N とかダメだよ。もう 220N 以上 40D とかね 50D とかそういう硬めのマットで使うとバッチリだと思うね。あと床にこういうの薄いのを引いて使ってもいいけどね、この高さがねほんと絶妙的にいいんだよね。あーいいねー。うん、図書法、お腹ポンポン、はい。でこうして今度ここにこれをこうして持ってきて、でこのくぼみのところに骨盤を合わせるということなんで、これ上に行きすぎると、ああ滑って落っこちちゃうから、そうだね、まあ、うまく、あこれは分かりやすい。ねもう嫌でも一箇所しかない合うところが、これ上すぎたらどうしよう、下すぎたらどうしようだけど、下に行こうと思ってもこう引っかかるし、で上に行って山を登っちゃうとズルーンってこっちに来ちゃうんで、うん、ここちょうどね引っかかる、わかる、これは、ね、場所がね、うん、嫌でもあこの位置だなーって、あもうバッチリ決まった。じゃあこれで後ろにう
ああ、おじいね、こっちが悪いんで、ちょっとね、ここのところがね、ちょっとね、ミシミシしてる。うん、ちょっと待って、もう一回、これね、おじいね、ほんとね、こっち側ダメなんだよ。痺れるのがこっち側なんだよ。で、やっぱこれ、そうなんだね。多分、悪いところなんだね、これ。いいよ。で、かまぼこ型になってるから、体が硬い方は、うわって感じになるかもしれない。おじいは体柔らかい方なんで、全然苦にならないんだけど、まあ、うん。おじいは全然楽。リラックスモード。でね、やっぱりこの形状の分だけ、下からこう、なんていうのかな、盛り上がってるところにいるっていう感じするよね。おそらく皆さんが頭の中で想像してる圧力がかかってるんじゃないかなって。もう見てそのまんま、うん。よく座布団かなんか丸めてこの下に置いて、こうすると確かにこんな感じになるよねっていうね。うん、そうだね。まあリラックス、まあ、特にどっかがゴツゴツしたもので刺激されるっていうわけでもなく、でこれちょうどね溝があるから、まあ、背骨がうまくそこにはまってると思うんだけど、おじいこれね歪んでると思う。絶対これここのところがねミシ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 するんで、ちょっとこれ歪んでんのかな、やっぱりこれね。うん、よいしょ。うん、おじいはね腰がね痛いっていうかなっていうかミシミシする。これね、ここがこっち側がこの真ん中のここら辺、ここがミシミシする。うん、これおそらくここら辺だからね、うん、やっぱりちょっとこう歪んでんのかな。今日のところは、うん、背骨より左のところが違和感ありまくりっていうか、なんか飛行疲れてるような感じで、ちょっとミシ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 、うん、ミシミシ痛い感がある。よし、うん、でこれで10分15分ずっとこうしてればいいんだね。うわー、なんかね、形はいいんだよ。お尻すっぽりはまってるから違和感はないんだけど、ミシミシする。まあこれでリセットだね。ちょっとこう自分の重みがあるから、自分の圧力で、ちょっとバランス調整っていうかね、矯正なんだね。まあこれはちょっとね、何日か使ってみないと分かんないよ。どう変化するのか、おじいも想像できない。とにかく今言えることは、左側の悪い方が、なんかちょっとこう、痛いというか、なんていうか、違和感というか、うん、腰が悪い人って、痛い痛みがあるじゃん。ミシミシミシっていう、うずいてるっていうか、なんていうか、あれがもろに出てる、あ、この場所だっていう。まあ、これを矯正してくれるんだね、多分。だバランス悪いに決まってるよ、おじい。横向いて斜めになってずっと録画してるからね、一日中。うん、で、なんていうの、腰を痛めた時は、だいたいこっち側がしびれることが多い。で、一回リセットするとしびれるのは消えるんだけど、今運動やってないし、去年も運動やんなかったからね、だいぶ悪いと思う。わあ、これ腰、これやっても痛くなくなるのかな。どれぐらいで矯正されるのかな。うん、で、お尻に力を入れると、ちょっと楽になるんだよ。自分が盛り上がるから。で、力をふーって抜いたときに、うん、やっぱちょっとこう、
ミシミシっていう感じがするね。もう昔から嫌なところ。でこの状態をいくらちょっと痛いなって言っても今の状態が辛いのかとか維持してるのが大変とかそういうのは全くないよ。この枕とセットになってることによってあれだね、なんか頭がちゃんとすっぽりと固定されてるからこの姿勢が保てるっていうか、これがなかったらさ、なんかこうなるじゃん。こう背骨がこうなるっていうかさ、ちょっとこう安定性がないからちょっと困るんだけど、この枕を使うことによって図書法でここもねこうしてツボ刺激してもらってる上にすっぽりはまってるからね、いやーこれでアイマッサージャーやったら気持ちいいんだろうな。さらに寝ちゃうね。で今元気なうちお腹ポンポコリンだから、この状態で息を思いっきり吸った時に苦しいね。引っ込め引っ込め引っ込め、ブル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 っすね。やばい。いやーこれはね、くれぐれもね、腰が痛くて悪い部分がこの上に乗ると瞬間的に痛みもなくなっちゃって背骨が矯正するというね、そういう魔法の道具じゃないからね、おそらく毎日毎日使うことによって矯正してくれるんだろうね。さあ今何分ぐらい経ったかな。そうね、腰の一番引っ込んでる部分、そこのところが今なんかちょっと当たってるかなっていう感じ、左側がね。でね、一番最初に今ずっと騒いでいたここの嫌な部分が痛い痛い痛いって言ってた部分が薄れてきた。分かんない感じ、分かんない感じっていうかね、ちょっと動くと復活する、あたたたたたっていうのが。でもそのままの状態でいるともう何も気にならなくなってきた、慣れてきたんだね。で今ちょっと鼻声になってきてるのが何でかっていうと、今ちょっと鼻声気味なのもあるんだけど、都市法でやってるから、今これこうするといいでしょ、ここツボこうしてやってると鼻声になる。これ不思議だね。まあ苦しいわけでもなく、そうだね、なんか音楽を聴きながらタオルをできれば、アイマッサージャー持ってない方はタオルを厚めにして光が入らないようにして、でちょっとこう乗っけてね、光を遮ってやってたらいいよ。じわ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 って感じかな。これおそらく10分15分とかね、まあそのまま寝ちゃってもいいんだろうけど、まあどれぐらいやればベストなのかな。今はもうなんていうの、かなり慣れた、 80% 慣れた、なんかまるでこれをあることを忘れてしまうような、あそっか、こういうのってそうだよね。最初は乗った時すごい違和感ありまくりなんだけど、あれか、矯正してくれるっていうか、自分の重みでちょっとずつこう微妙に形に合わせてくれてるから、それで矯正されてきてるから違和感なくなってくるのかな、これ。まあ足をこうしながらね、まあ、ちょっとこう唯一できる運動っていうか、なんていうかね、ちょっとこうしながら
よいしょ。あ、今全然痛くない。今全く痛くない。これは何なんだろう。これは消えたというのか慣れたというのかどういうことだろう。もう今何にもね違和感がない。これは何だ。あ、ちょっとこう揺らすと、うん、あ、ここだったよねっていうね、あのなんか思いっきり違和感のする跡地って感じで、うん、場所はわかる。で、盛り上がったかまぼこの上にずっとあのいる感じがしたんだけど、今この状態は苦にはなってない。で、かまぼこ感はわかるんだけど、あのうおーっていう感じはもうない。体が慣れてきてる。これはね、意識してずっといるよりも寝てる方がいいよ。ということで、じゃあちょっと起きてみたいと思います。いいよ。で、ナップを取って、いいよ。うん、どう、いいよ。あ、なんかね、あの押し寿司現象っていうのかな、これはね、押し寿司だね。あのねあのね、押し寿司、これね、骨盤スチールポイント誘導技法を用いてる。もう一回言うよ。骨盤スチールポイント誘導技法の原理を用いて作られております、これね。なので、あの押し寿司ってあるじゃん、ご飯があって上から竹みたいからギューって押し付けて、はい、できたってね、あのね、押し寿司みたいになってる感じ。なんかこれやった後、腰が頭のイメージだからね、ちっちゃいとこういう形になってるような、なんかね、面白いね。そんな錯覚を起こすっていうかね、うん、なんかその形になったような、なんかそんな感覚を覚えるような、なんか ふわっと感っていうのが、まあ当然だよね。このかまぼこにずっといたんだからさ、ちょっとそういう、そうなってるんだろうね。うん、これは味わえるね。で、これで矯正されてどうのこうのっていうのもないけど、違和感もないし、うん、特にああだったこうだったっていうのはなかったから、うん、ただ腰はきついっていうのはあるけど、ここの違和感はあるけどね。あのおじい腰がダメだから、あの今こっち側はあの違和感はあるから、この痛いのはあのそのままなんだけど、うん、でもなんか矯正っていう意味ではなんとなくあれかな、あのリセットされたのかなって感じはするかな、うん、これは毎日使ってみないとね、なんとも言えないね、これね。よし、一日何回も使うぞこれ、ね、もう一回やってみよう。逆だ。よいしょ、こうしてここに合わせて、でこうだね。あ、ネイル、あ、ちょっと下
位置がよいしょ、位置がちょっと待って下下がっちゃったね。もう一回やってみるね。この位置に合わせて、でここだね、でこうして、もうもうすぐ場所が分かるようになった。でこうして、あ、い、あの1回目の時はうわーって感じだったけど、今2回目は1回目みたいなうわーってのないよ。あの確かにかまぼこの上に乗ってるんだけど、なんかもうなんかそうなってる感じ今。これはあれなのかな、今この短い時間なんだけど多少変化が出てるってことなのかな。まあ慣れ、慣れ、うん。一番最初の時はうわーって感じなんだよ。あの普段ありえない障害物が、異物があるから、うん、あのブリッジをしてるような感じで、今何も違和感がないんだよね。あの普通に、ただあのなんていうの、なんか自分の頭のイメージではこれがまっすぐって感じ。今さっきはすごい下がこうこうなってるイメージがあったんだけど、今これが自分にとってまっすぐっていう、そんな感じがする。これがあれなのかな、本来の形なの。まあちょっとこれなぜこんな感覚になってるんだろう。ここが盛り上がってるのに自分的にはまっすぐな感じでね、楽、今楽。1回目の時はうわーだったんだけど、今すごい楽、リラックスしてる。であとね、このお腹のここの真後ろぐらいがかまぼこのピークになってると思うんだけど、そのピークのところは、あ、高さがあるなっていう、あのそういうあの当たってるっていうか盛り上げてる感はあるね。ピンポイントでこれぐらい、これぐらい、これぐらいの範囲で当たってるかなっていうね。あとはなんかもう当たってるような当たってないような、なんかこうフラットのところに寝て全体的にぴったりくっついてるような、そんな錯覚があるよ今。まっすぐっぽい。もう全然普通だね今。で起きる、起きる。これまっすぐなってるのかな、姿勢良くなってる、これどうなんだろう。普通に、普通にあぐらしててさ、これで今姿勢いいのかな。いつもにこうなってんだけどね、普通に、普通にこうすると、あ、そうなのかな、どうなんだろう。 なんかこういうのってさ分かんないんだけど、何も意識してないから普段、普段の自分がどういう、どうなってるのか分かんないけど、油組んでる時ってこうだよね、これリラックスだよ。これで見ると、まあ、首のところは今こうなってる感じがするけど、どうなんだろうね、うん、うん、あのね、気持ちいい、リセットされたかなっていう、そんな感じはするね、うん。1回目はあの違和感ありまくりになると、いてててててっていうのがあったけど、2回目はもうここの悪いところのいててててはなかったけどね。でも今こうやって触って押すと悪いところは痛いよ、うん、押すとね。でも寝てる時は痛くない。まあそばに痩せなきゃなんないけどね。へえ、まあ、ちょっとこれは、うん、ファーストインプレッションとしては
あの写真で見たよりもあこんなに大きいのかっていう、もう大きいよねほらすごい大きいよねほらね、大きいよね、まあ大きいなっていう印象と、うん、まあこれはあの硬すぎず柔らかすぎず、うん、で金属じゃないからあ冷たいとかそういうものなく、普通にあの真冬に触っても全然大丈夫、冷たい感はないです、ね、でそうだね、あのあこれかこれだこれだ、ここの部分だ、あの頂点を微妙に感じ、これぐらいの範囲でこれだ見つけたこれだ、でお尻の場合右側は全然あのあんだけど、左側のここら辺が悪いんで、あの背骨が歪んでるんで、なあの進化ままないしね、だからここら辺をねちょっとこう感じるんだわ、これだ、出っ張ってるもんほらほら、これだ、原因が分かった、ここだ、悪いところ、お尻の背骨の悪いところね、ここだ、うん、ね、これは意外とあの面白いアイテムだね。で首のやつもそうなんだけども、指圧にしても何にしてもグリ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 カーってやんないでしょ、ゆっくりカーってやったりとかね、まあ揉み返しも来ちゃうだろうしね、指圧ってそうだよね、あのクークーってこうしでもあーキクキクキクって感じだよね、そんな感じでね、こう優しく優しくリセットしてくれるような感じが伝わってきます。はい、そんなわけで今回はファーストインプレッションでした、うん、おじい腰が悪い、いつもぎっくり腰になったり左側の足がしびれるんだよね、で運動とかやってあの体を柔らかくしてて矯正してる時は全然あの腰痛の悩みはないんだけど、今みたいに運動しないでずっと座りっぱなしとかねなっちゃうと、いやものすごく苦しみます、おじいはね。なのでね、ちょっとこれを使ってみて、でしばらく使ってみてまた感想を動画でアップしてみたいと思います。ファーストインパクトとしては、うん、楽で、これをちょっと使って横になってみて起きた時に、うん、なんかこう楽っていうか、あのなんかこうちょっと先に光があるんじゃないかなって思わせるような、うん、そんな感じの商品だなっていうのはやんわりと伝わってくるような感じがします。もうこれはねーっていうようなそんな感じはしないんだけども、でもあなんか良さそうっていうのがぶっちゃけストレートな感じかな、意見だと思います。はい、そんなわけで、まあ、参考になるかな、おじいの言葉ってね、かつあのもうレパートリーが少ないからうまく伝えられないんだけども、感じ取ってもらえたらなと思います。でこの腰ダップについてもしあの質問があったらね、遠慮なくいくらでもねコメントしてください、ね、一人の疑問はみんなの疑問だからね、いろんな方の疑問におじいはできる限りね答えたいと思います。腰ダップ本当ね提供い、してくれてありがとうございます。本当ね、後ろはちゃんと本物はねほらカナダのマークちゃんとついてるからね、これね。はい、でこの商品になんとなく興味が出た方はこの元気なおじいのこの動画の説明欄に Amazon のリンクが貼ってありますね。もしよかったらご自身の目で Amazon のページを見ていただけたらと思います。であとここのねびっくりマークのところ、このびっくりマークをタッチしてもらえばこの新純貿易株式会社さんのあのページにあるこのカヌダのこの使い方だよね、この腰ナップの説明している動画をペタペタっと貼っておくので、そちらの方もね実際に見ていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。で今ペン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 ってこう出てくる中にもねリンクを貼っておくので、もしよかったら見てください。もしね参考になったよって方がいたらグッドボタン押してください。いや面白いもの紹介してるなと思ったらね、チャンネル登録してくれたら元気なおじいのモチベーションもね上がります。そんなわけでおじいでした。またね、バイバイ。最後までご視聴ありがとうでした。またね、バイバーイ、ピピョー。